はいどうもこんばんは。ゲーミング PC を買ってウキウキワクワクなすやすやです。チャンネル登録お願いします。登録済みの方はいいねお願いします。さて皆さん、最近ゲーミング〇〇と名の付く商品多くないですか？ゲーミングノート PC だとかゲーミングスマホとかいろいろありますけど、今回はそれに便乗したような、これちょっとどうなのっていう商品がいっぱいあったんで、それを見ていこうと思います。はい、まずは代名詞ゲーミングチェア。これはまあね、パソコンでゲームするときとかに、こう、長時間座ってても疲れにくいように設計されてると。これはもうゲーミング〇〇を代表する商品ですね。で、これが超進化したやつが最近出ました。こちら。日本エイサーから発売された、プレデター・スロノス。捕食者の玉座みたいな意味らしいですけど、なんかすっごい高性能なパソコンがついた、本体がこの椅子。これ350万円です。これ何がすごいかっていうと、例えばレースゲームとかするときにちょっと振動もして本当に運転しているかのような体験が得られると。でもディスプレイも3つついてて、なんかすげえぞと。重量なんと 180kg、 磁場コイルと同じ。次行きましょう。ゲーミングメガネ3万円。これはね、ブルーライトカットと、なんといってもすごいのがこのヘッドセットをつけたときに、この耳にねメガネのフレームが干渉しないっていう、ここが動くようになってるんだね。これはね、すごいいいと思う。ただね、この美少女はついてきませんと。次行きましょう。ゲーミングキル毛布。12000円。これまあ、要はキル毛布なんだけど、特に特徴的なのが、着たままトイレシステム 5.0。後ろのチャックを開けたらね、そのままうんこもブリブリできるぞと。で、うっかり汚してしまっても、丸洗い可能。洗濯機に入れれば OK と。あったかそうだし、ジッパー付きで着やすそうでいいんじゃないですか。ただね、この美少女はついてきませんと。はい、次。ゲーミングトースター。これ意味がわからん。ゲーミング PC でおなじみのレイザーが発表したみたいです。これ何かっていうと、5年前のエイプリルフールで嘘で発表したらしい。ただそれが結構ファンの間で受けて話題になったと。で、それから数年後の2016年のエイプリルフールに、今度は動画をふざけて作ったと。で、これ100万再生して、ファンページでは4万5千件を超えるいいねが集まって、トースターのタトゥーを彫った人がなんと12人も現れたと。で、後に引けなくなったのか、ついに CEO が出てきて、ツイッターで、あと数年で完成させるから、待ってくれと。絶対作るからと。これはちょっと楽しみですね。次。ゲーミングボディーソープ。これマイクロソフトから実際に発売されてるみたいです。気になる匂いですが、洗った直後は柑橘系で、時間が経つにつれてハーブ系の香り、樹木の香りへと変化していくようです。消臭力すごそうですね。ただゲームに関係ない。次、ゲーミングワゴン、13,500円。これはドリンクホルダーがついたただのワゴンですね。最近どんどんでかくなっているこいつがホルダーにちゃんと入るのかは僕は気になります。次、プーマゲーミングシューズ11,500円。靴下のようなフィット感とレース上で通気性の高いアッパー、そしてグリップの効くソールにより足元から快適になることで最適なパフォーマンスを発揮しようということらしいです。これまあ大会の会場とかでね、プロが履くことを想定してるみたいですね。まあ記念に買って飾るようかな。次、ゲーミングドリンク。これペプシコーラの会社から出てるみたいです。リラックスや高ストレスなど様々な効果があると言われるテアニン。興奮や覚醒作用を持つカフェインを飲料成分として採用しているほか、ゲーム中でも滑りにくいよう凹凸のある缶、こぼれにくいよう再び蓋をできる飲み口など、ゲームをプレイするゲーマー向けの工夫が採用されていますと。まあ大事なのは味だと思うけど、個人的にゲーミングドリンクっていうとこっちかなと思うけどね。次、ゲーミング仏壇。いや、これは間違いなくコラ画像。なんか触れたらワープできそう。